ああ、だからね、そう、星野ロミさんもね、あの、やっちゃうタイプだと思うんですよね。<laughs> やっちゃってるけど。<laughs> だ僕、大人になってからあんまやってないけど、星野ロミさん大人になってるからやってるけどね。<laughs> だ星野ロミさん、だって、あの、悪いことしたと思ってないからね。<laughs> だって、法律上、ベトナムでは著作権、日本の著作権守んなくていいってことになってるから、ベトナムでは守りませんでしたよって、法律的にはね、本当に正しいんですよ。あの、要はその漫画村が、 なぜ法に触れたのかっていうのをちゃんと理解してる人ってあんまりいないんですけど、漫画村のサイト自体はほぼ合法だったんですよ。で、違法だったページは4ページかな要するに漫画村が捕まったのって、日本国内からアップロードをするっていうのをやってしまったのが、確かね、4ページぐらいあるんですよ。 そのあの何千ページ、何万ページかな、2万件もらったと思うんですけど、でそれは、ほの,の漫画は海外からアップロードして、で表向きそのあの、日本国内から上げてないので、そうすると、ベトナムの法律で日本の著作権をどう扱うかという話になるんですよ。で、ベトナムの法律上、日本国の著作物を使うというのは合法であると、なので、何の問題もないよねという話だったんですけど、 その、なんかスタッフでいざこざがあったか、なんか間抜けなスタッフがあげちゃったのかちょっと忘れちゃったんですけど、そのスタッフが日本国内からアップロードしちゃったのが何ページかあって、で、そのアップロードしたところに関して、日本国の法律を要はアップロードしてはいけないという法律に引っかかったよね、というので、漫画村がアウトとなったんですけど、実はその20ページだか4ページだかを除けば、漫画村は合法だったんですよ。 <laughs> まあなんで分かったかというとね、ゼロ千秋さんがね、いろいろ調べたっていう。海外はいいのか、いや、結局、著作権というのは、法律はその国ごとに違うんですよ。なので、あのスイスだとダウンロード合法なんですよ。なので、僕、よくそのあのアメリカの映画をあのスイスのドメインで検索したりするんですよ。<laughs> これ、スイス人じゃねえからどうなのって話なんですけどあの、スイスはアップロードは違法なんですけど、スイス人が、 海外のその著作物をダウンロードする分には合法なんですよ。要するにそのスイス人の中で議論があって、その、まあ、あの、アメリカの映画をスイスの人が見ている。で、それを逮捕する。で、逮捕してそのスイス人を刑務所に入れる。で、スイス人がそこの刑務所に入っている人の、まあ、刑務所の運営費だったり、税金を払い、で、スイス人が逮捕して働けなくなると。で、そのアメリカの映画を守ると。 で、これアメリカの映画守ってるけどさ、刑務所の費用とか、刑務所に入ってる労働者とかをスイス人捕まえて、スイス人これ得してんのっていうことになって、あれこれスイス人全然得しないじゃん。スイス損するだけじゃん。アメリカの守るんでなんで俺たちがこんな困って金出さなきゃいけないのっていうので、じゃあもうダウンロード合法にしようぜ。っていうので、スイス合法になったんですよ。もちろんあのスイス人がアップロードした場合は捕まりますよ。アメリカのその映画を。 でもそのスイス人が、じゃあ例えばスイス人が中国に上がってるアメリカの映画をダウンロードして捕まったとして、これなんでスイス人がそのコスト払わなきゃいけないのって話で、で、これ日本でもそうなんですよ。要はそのアメリカの映画が中国のサイトに上がっていました。で、日本人が見ました。で、これね、日本だと捕まる可能性あるんですよ。で、捕まりましたっていう時に、 その中国のサイトをだその止めるというのはアメリカはやれない、やらないんですよ。で、日本人捕まりました。で、日本で裁判を受けました。で、貧乏人だと、じゃあ国選弁護人とかついて裁判でも費用がかかりました。で、その後刑務所にいました。っていうので、いろいろお金払って日本人が日本人を逮捕してるんだけど、アメリカの映画見れるサイトそのままなんですよ。 <laughs> こ,れ何なんてこれ、誰が何を守るために日本人が税金使ってんのっていうのは、今でも起きてるんですよ。っていうので、その法律というのはその国ごとに違うよねって話なので、そのよくその著作権法をモラルで語る人がいるんですけど、モラルじゃねえんじゃねえかなっていうふうに僕、結構思ってるんですよね。 例えばその作り上げた人というのは、それなりにそのコストをかけて才能を使ってるんだから、きちんとその対価を得るべきであるっていう、その、あの物を作り上げた人は対価をもらうべきである論っていうのがあるんですけど、あのりょ料理な、なんとかかの龍二さんっていう人がいて、大体そばつゆでいろいろな料理を作るんですけど、で最近、うちの彼女が龍二さんのレシピでなんか料理を作ったんですけど、で、龍二さんのレシピって、 龍二さんのレシピで料理を作って美味しかったよねってなっても、龍二さんに1円も払う必要ないし、龍二さんのレシピを僕が今日こういうレシピで料理を作りましたって言って、本を出版したとしても、龍二さんに1円も払う必要ないんですよ。その龍二さんのレシピだけを集めた本を僕が、じゃあ、ひろゆき料理本ですって言って、出版したとしても。 リュウジさんはそれを訴えることができないし、僕はリュウジさんに1円も払う必要ないんですよ。これおかしいでしょその料理のレシピって、それなりにそのいろんなこう味を研究して、この調味料をこうやって入れて、この味になるよねとか、料理の仕方、このタイミングでこれを入れた方がいいよねっていう、いろいろ研究して試行錯誤して、そのいろんな知識も経験のある人がようやく作り上げて、こうやったら美味しく作れますよっていう料理を作るための説明書であるにもかかわらず、 レシピは著作権では守りません。っていうので、なぜか守られないんですよ。<laughs> っていうので、その、一生懸命頑張って作ったんだから、対価が得られるべきだよね、という論理は、実は破綻してるんですよ。だって守られてないんだもん。なので、その、なんか著作権っていうのは、なんかその、モラルの問題ではなく、その国が利害関係とか利益によって、こう、 要はその儲かるからじゃあこういう権利を作ろうぜっていう話で、なのであのインドってジェネリックに関しては特許を無視してるんですよね。あのそのアメリカの薬があのインド人が買うとめちゃくちゃ高いと。なのでインド人がそのアメリカの薬を低価で買ってたらインド人死んじゃいますと。 <laughs> 要はあの、じゃあ、1日、そのなんかあの薬代で100円かかりますって言って、まあ、日本人だったら、1日100円の薬でも別に普通に飲めるんだけど、インド人、1日100円払えないから死んじゃうんですよ。なので、インドであの特許権を無視したジェネリックを作ってるんですよ。で、その成分としてはジェネリックは全く一緒なんだけど、そのアメリカの製薬会社が作ったものではなく、インドの製薬会社を作って売ると。 で、これ、本来であれば、その特許を無視してるからよくないよねってなるんだけど、もう人の命がかかってるんだから、知ったこっちゃねえよ、特許料なんか払うかねえよっていうので、インド人はひたすらジェネリックを作って、それを飲んで生き延びてるっていう話で、なんでその特許を無視するとか著作権を無視するっていうのが、本当にそのモラルなのかっていうと、どうなのっていう話はあるんじゃないかなと思うんですけど。